ようやく強くなってきたね。ショップとかどうしようかな。クリスタル3つも使っちゃうからね。しかし俺は入る。ん？反逆の銃。かっこいい。異次元バッグ。何それ、知らない。ダメージを受けるとランダムでいいものが手にある。すごいな。反逆の銃アクティブ系。あー、なるほど、これはこれで面白そうだな。ソウルブリンガーの方が絶対強いだろうけど、ちょっといろんなのを試していきたいから、あえてこれを選ぼう。連射もそんな悪くないしね。アダムさん、コインを払って、なんか爆発しそう。ん？コインが足りません。え？コイン入れたのにこいつ開かなかったぞ。どういうこと？詐欺だ、返せ。ちょっとスタッフさん、このガチャポンお金入れてましたのに出てきませんでした。割と地の利を生かしての攻撃ができることが多いから、その点は助かるね。お花だ。クソ花かな。あんな花の敵が出てきたらたまったもんじゃないけど。めっちゃ跳ねた。あのバウンド台怖っ。道具系は結構初見でね。なんだこの敵ちっちゃい、大したことないだろうってさ。甘く見たりすると大怪我をする時もあるからね。なんだこの装置。おお、こいつもレーザー撃ってくる。ちゃんとバレットラインを出してくれてるからありがたいけど。ちょっと怖い怖い、上のやつも危ないレーザー出してる。ふう、倒した。これでもう撃ってこない。王のいいね。王の許しを得た。なんかテキストがいろいろ違って面白いけどさ、内容は一緒のやつが多いよね。弾速を上げるとかさ。ギャンブルするよ。やったぜスイカ。遥か遠くから奇妙な声が聞こえてきた。なんだ？大ボスがいるよっていうお知らせかい？あ、右下のゲージが溜まってる。これはどっちゲージですか？ゾンビシスター、かわいい。お、なんだこの宝箱。かわいいタコ。ボス部屋、そして女神の部屋。エイリアンテック。宝石箱。宝石。ドキドキ。防御壁が鍵を使うと手に入る。これか。テレポートでいける？いけた。ライフルの断層。炎のハート。おそらく、ん？断層だから、多分、撃てる数が増えるとか、そういう系かな。炎のハート。武器のダメージ増加。一度に撃てる弾が一つ増える。お、やったー。じゃあ、こういう系も増える。危ない、危ない。この部屋の存在気づかなかったら、せっかく溜まったのにスルーしちゃうところだったね。ジョニー、ジョニー佐々木。なんか可愛いボス多いな。アイドルといい、マスコットといい。やめろ、八分音符そんな風に扱うんじゃない。やだやだ、こんなアイドルの P になりたくない。あと1ゲージ。最後の顔がすごく切ない顔してたな。ベインドロップ、射撃速度上げ、武器のダメージも増加。このテキストがおしゃれなんだよな。なんか痛みに耐えどうこうとか書いてあったし。痛みに耐えて戦え、
苦しみを力に変えるんだ。スキル使ってなかったね。武器のアップグレード系か。ボスの時使っていいね。じゃあさあ、ラストステージじゃないか。ここ鍵2個必要。またバトルステージか。お、そして鍵を使ったから防護壁が、これがさっきの効果ですね。ただ防護壁これにかまげているといつの間にか食らってやられてるってこともありえるので気をつけましょう。危なかった。だから攻撃のエフェクトが増したからさ、敵の弾や姿がさ見づらくなっちゃうっていうそういうのもあんだよね。射撃速度をアップ。おお、スキル使ったら弾がすげえことになってた。ガチャン、閉じ込められたが問題ない。気持ちいって気持ちいって敵の最後っぺにやられてしまった宝箱埋まってる。本来さ、ここの鍵開けて中に入ってからさ取るようなもんなんじゃないのちょっとかわいそうだから開けてやるか。他にも宝箱あるし。なんか座標がバグっててそれで押し出されて今普通に取れちゃったんだろうね。この倒し終わった後のペッて吐くトゲが怖い。シャイなキノコ、これあれか、この連れてる子たちか。こいつらが食らって死んだ時に一時的にジャンプ力がアップと。おっと、そんなのもあるブンブンしてる。ここ通ったらあれでしょ、トゲがジョン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 って出てくるんでしょ。やはりな。ショップどうしようかな。行こう。でパッシブアイテムだけ買いましょう。装備の方はちょっと迷うから、ムーンヘッド。空中にいる間接触ダメージを受けながら、いいね。こういうパッシブでどんどん強くなっていくからね。装備はやっぱお取り替えではあるけども、ちょっと値は張るけども、パッシブものの方が、あ、コインがない今度は上のグレネードと、いいねいいね。鍵を使って開ける側を、ちょっとだけ回すか。コインってクリア後まで持っていく必要はないだろうから、ここラストマップだし、ここで使い切っちゃった方が、そういう時に限って当たらない。当たった。ただもうここまでおしまいだね残念、不可失敗。あー、燃やしちゃった。仕方ない、血を捧げて。おー、なんかリフト的なやつ。マリオワールドとかにこういうのあったよね。ショイン、ショイン。これで、うまく。よ、よいしょー。わーい。いっぱいあるぞ。ただ、ここもあの、空を飛べるスキルがあると余裕になるんだろうね。グレネードも使い切っちゃいましょう。いいね、卵いっぱい。そして隠し通路、いいねいいね、今回いいねボス部屋の前にアイテムの部屋まで、嬉しいね。ダブルで鍵が必要だったが、しゃっくり薬、あー、俺しゃっくり薬欲しいな。メロンソーダ飲むとね、なぜかね、必ずと言っていいほどしゃっくり出んだよね。6回ダメージ受けるとか、シールドをあってもダメージ判定にはなるのかな。あーガス。あー、なんか今までと雰囲気違うね、ボス部屋も。ん？当たってない。おお、レーザー怖い。まずこの小さいのを潰していかないとか。よし、目が開いて当たり判定が。おーっと、なんか槍のようなものが。これは避けていった方が良さそうだね。ふう、ここまで強化しだったから余裕だったんだろうな。初期武器だったらちゃんときつかったろうね。さあ、これで5つステージをクリアし、意識が失われていくにつれ、あなたは温かい光に包まれていった。
これはまだ始まりに過ぎない。お見事、最初の管理者を倒し、新しいレベルと管理者をアンロックした。これからさらなる挑戦があなたを待ち受けている。これでチュートリアル終わりと思った方がいいかな。なんだいこれは。新しいターゲット。なるほど、次なるステージが春。ここはさっきの管理者アーガス。よし、ジェムも増えたから、キャラのアンロックをして、何増やしてこう。このミニゲーム系も気になるけどね。木の樽、うん、いずれ全部アンロックできるかな。それともリセットがあるってことはちゃんと考えてやっていかないといけないのか。とりあえずクリアした、お疲れ、いっぱいくれよ。おめでとうダンス。